はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も天空六股デッキですね、やっていきたいと思います。で、今回のコンセプトは、自前全部 PN キャラで来てます。なんかね、どんどん逆行してる気はするんですけれども、まあ、これでね、経験点をどこまで、叩き出せるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。で、お借りするのはね、さすがに SR を、お借りして、ミサちゃんですね、またちょっとパワーヒッターのコツを取っていきたいのと、カラデートがないのと、イベント経験点が高いというところで入れてますという感じですね。一応気にしたのはね、前後のイベント数ですかね。上の3人が、前イベで、下の、3人が後イベになってます。まあ、PN もね、別に全員持ってるわけではないんで、揃えられるキャラで揃えてきました。じゃあまずはまた練習ですね。最初はね、監督がいいんだけど、監督がいないからマジでやることがないな。まんべんなく経験点をもらっておくか。肩3ターン目くらいだっけ。おー、 PN か。 PN なんてね、使うの初めてだし、しかもね、一応レベル15まで上げてきたんで、1個ずつね、金ゲドウを使ってますね。だ、金ゲドウ全部でね、5つ消費しました。どうしよっか、評価上げてく。スミカちゃん監督か。監督もね、割とほったらかしにするとね、評価足んなくなるからね。まあ、これでいこう。エンジェルが発動するまではちょっと監督評価を優先していきましょう。で、今回はね、ちょっと名前もこだわってきました。 PN 君です。 PN 君、別にこだわってるわけじゃないんだけど自分でしっかりね、決めてきたんで。じゃあまた例によって、最初はエンジェルを揃えていくと。で、筋力のためにね、騎馬妹を今回、勧誘するのと、精神用の小筆ですね。あとどうしよっか、黒金からゆかり様を選んで、あと1人だな。全部で4人勧誘するんだよね、確か。6足す2で8だから、そうだよね。まず小筆からいくか。だから小筆はね、本当に精神要員では優秀ですね。お、自動勧誘が始まった。レンチョンだ、レンチョン。レンチョンもね、やっぱすげえ特殊なキャラで、特殊なね、ハートをね、落とすんですよ。黒いハートっていうランダム系のハートですね。で、しかも黒いハートって重いから動かないんですよ。通常ハートってふわ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 してて、いろんな練習をね、行ったり来たりするんですけど、黒いハートっていうのはね、完全固定になります。落ちてくるときも受けるんですよ。ガシャーンって言って怒ってくるんで、まあ、それは後で見ていきましょう。だからね、エンジェルの勧誘でね、この自動イベントが来ると割と楽かな。1回でね、仲間になるし。波動高校行きましょう。騎馬妹ですね。この2人は確実に今回の編成で行くと勧誘しておきたい。で、ミサちゃんが出てきましたので、まあ、クリスマスに間に合わせるためにミサちゃんは評価を優先的に上げていきます。まあ、もちろんね、レベルを上げれば評価は全部で20上がるんで、1回くらい練習すれば評価乗るかな。まあ、そこもね、天空のいいところではありますよね。どうしようかな。マネちゃんオンリーか。マネちゃんオンリーだった場合はね、ちょっとここ勧誘組が2人か。どうすっかな、2人に託すか。今の段階でレベル上げられるの、そもそも。ミサちゃんをちょっと上げとこう。よしよしよし。で、ここにするか。虹谷と雷任せるぞ。2人とも出動せよ。治癒を発見してきたか。小筆よし40。青いユニフォームか。誰が似合うんだろうね、天空中央の青いユニフォームの似合うキャラ。あとは
ミサちゃんがいるけどミサちゃんがあれになってないな。どうしようかな。しぐれちゃんプラス虹谷、これでいくか。レベル1だと全然ハートを放出しないね。基本的にハートの放出量ってレアリティには関係ないんで、 PN だろうが SR だろうがハートの放出量っていうのは変わらないです。あくまでもキャラの、 その何エンジェルレベルですね、このエンジェルレベルが関係してくるというところなので、まあ、早めにね、上げていきたいですね。別にそんな高くないんで、後々のことを考えれば全然上げた方が得なんで。しびれちゃんいけるか。サイリさんもいけるね。あとはちょっと練習を見つつ、マネちゃんとシノノメか。マネちゃんシノノメにかけよう。まあ、今回ねただ PL なんで初期評価が確か20とかだったかな。ここでチユちゃんか。チユちゃんはねちょっとハート的にね微妙な気がするんだよね。まあ、でもせっかくだからスペシャルドリンク、これは行くか。体力ないし、フルーティー、果物を混ぜれば OK。 適当に混ぜるな。やる気が下がってしまった。まあいいや。木村ちゃん、スミカちゃんと雷か。キューパー、ミサちゃんやっぱ1回じゃ乗らないか。1回っていうか1回も練習してないから、これで1回練習して追加は発生しない。お茶漬けって美味しいよ。ここでなんだっけ、もう忘れたな。とりあえず積極だ方が一番安定できるんで。読者モデル、こんなんなんだ。 PN とかマジで見たことないからな。分からん。コツとかちょっと確認しとけばよかったな。コツはね重要だからね。特にレアリティが低いともう本当にイベントでコツを取るしかないんで、といって全員調べるのもな、時間かかるから。いいや、これはもう評価でいこう。お、体力上がった、やる気も上がった。マネちゃん、虹谷、雷、これでいくか。ちなみにミサちゃんってどうなってる？一応乗ってるか。1回練習すればなんとかなるね。それは楽だな。よし、マネちゃん、なんか食わしてくれ。エンジェル行け。虹谷、小筆で OK。 雷は行かなかったか。多いね、ハンバーグ弁当。これはまあ手伝うようでいいかな。ひかりちゃんってね、評価上がってもなんかこういう関係ないキャラがさ評価上がるのってどうなのって、もうマジで意味ないと思うんだけど。雷と東雲がいるね。で3つ見てるからな、ちょっと回収したいといえば回収したいね。まあ、上から順番に上げられるのを上げていくか。まだいけるな。他レンチョンがいけんね。レンチョンがであと2人でしょ。騎馬妹とちょっとまだあれか。でそうするとここで雷しののめだな。サイリさんはわりかしバランスよく放出してくれるのかな、種類的には。チユちゃんか。騎馬妹頼むぞ。雷、いくつ上がった？50 めっちゃ上がったな。ブログの更新、ブログなんて更新してるんだ、全然わからん。写真を増やす。今のって福井部だった？全然見てなかったけど。おお、敏捷ポイント30手に入ったか。
すみかちゃん、にじたに、ここ3人発動してくれんな。でもあと1人だからね。すみかちゃん、にじたにでいくか。おお、いっぱい出してくれる。で、にじたにが発動してくれればいけ。よし、ミッションコンプリート。これで告白 OK。 もう他のねキャラはね評価どんどん上げていったとしても全然足りないんで、まあ気にしなくていいですね。これはあれかな、なんかイベントパワーっていうのがよくわかんないんだよね。イベントパワーは単純にあれか、なんかどれくらい経験点が手に入るかみたいな目安かな。3人、まあ3人いるし、上げられるのをまた上げてからちょっとやるか。俺もちょっと雑だからね、そういうところの管理が。上げられる人、上げられる人もういない。またちょっと経験点がたまったらじゃあやっていくか。この3人に行こう。そうか、最初の方はあの評価が上がるやつ、黄色いやつは評価が上がるんですよ。あれを放出しておいてもいいかもしんないね。で多分ね3にするとその評価が上がるやつはなくなっちゃうはずなんですよ。評価が上がるやつって誰が持ってんだっけ。お、値切りの美学だ。これなんかあったよね、コツ。クイベで2回ともなんかやるとできた気がする。評価が上がるのは誰が持ってんだ。レンチョンか。レンチョン小筆はちょっとね3にしないと精神が手に入んないんで3にしたいですね。レンチョンちょっと2で置いとく、少しの間。ここは回収率が良さそうだな。ここにしよう。スミカちゃんの評価を上げつついくか。まだ小筆もあれだね、評価アップを出してくれるね。よしよしよし、こういう経験点も重要だからな。ゴシップがある。木村ちゃんはあれだね、イベント数が多いからこういうところでちょっとずつ稼げる。27。今の俺にしたらでかいからな。評価をうまく使っていきたいね。マネちゃんか。ここは千葉妹。そっか、千葉妹は今回評価対象じゃないから、マネちゃんの評価をちょっと上げていくか。もうマネちゃんでも3か。そういえばいつの間にか。まあまだ11月の初めだからね。まあ、悪くはないと思います。流れ的に。しぐれちゃん。うわ、ここはかなりの回収率だな。ちょっと、エンジェル評価をまた見よう。スパイモード。精神がね、やっぱり精神が足らなくなるんだよね。おお、木村ちゃんに評価がいった。3ついったね。どれくらい上がる？24。 めっちゃ上がるな。かつ追加イベント、これだけで40くらい上がったよね。パワーヒッターもね1と2でね全然違うからね。やっぱり経験点も変わるし、前回のやつはねマジ根性なくてすぐうわーダメだーみたいなこと言い出してきたからね。アホのおとん全然わかんない。何か買ってくる。な、何？コツコツ自宅の35年ローン。うん、いい経験点。うわ、ここもいいな。監督評価上げられるね、これで。うわ、ここもいいな。ちょっと待ってね、ここにしよう。3人いるしね。小筆
甲府で28しかない今精神が無理か、30だもんね。でレンチョンちょっと置いときましょう。小筆がレベル上がらないから精神の回収率が悪いんだ、そういうことだ。まあ、ミサちゃんはね最終的にデート連発するんで評価は気にしなくて全然大丈夫ですね。クリスマスとか正月とかでも上がってくんで、まあ、井戸端のリカバリーも最終的にデートで大丈夫なんで、こっちの PN 軍団だよな。盗塁か、盗塁はちょっと取れるかな、どうかな。3人、あーここも悪くないね、評価もあるし。しぐれちゃん、やっとこう。そうですね、 PN とかやっぱり初期評価入れる人たちが多い時にはこの評価のハートを取っておくっていうのもいいかもしれないですね。だからまあ評価が割と乗るまではレンちゃんは2のままにしておきましょう。これな、どっちがいいんだろうね。これはこれでなんか下がるんだよね、ほら謎イベントすぎる。でかいの回収したいな。あれでかいのここだっけ、木村ちゃんか。木村ちゃんも3に乗ってんのか。まあいいか、ここで回収しておこう。だいぶ精神も溜まってきたから、ちょっとレベル上げをしますか。エンジェルレベル上げ、おいー、おー、やる気の方か。これラブパワーだとね見えないからね、やる気が。ちょっとエンジェルレベルを確認しますと、こいつらもうみんなマックスでしょ。オートレンちゃんは置いといて、コフで上げて、チューちゃんも上げとくか。よし、これでしばらくの間は練習していきましょう。さてさて、あとはエンジェルプラッシュ出たレンちゃんの黒いやつ。よしよしよし、やる気 OK。 しぐれちゃんの告白かどうする。1回で受けちゃう、まあまあ引き受けるは引き受ける、その後なんだよね。どうしよっかな、いける気もするんだけどな。ちょっと根気よく説得で2回目を待とう、少しでも経験点を稼ぐ。コツもなんかもらえたよね。また12月だからな、なんとかなるはずだ。いやー、やっぱりね SR キャラは本当に経験点が違うね。うわー、これもすごい。この黒いハートはとりあえず置いとこう。3人か、どうする。よし、放出しつつ、またいいね、小筆が精神を吐き出してくれるようになった。技術110とか、ブログの更新、これは何、何回続くの。そうか、でも前イベ、しぐれちゃんは後イベか、だから大丈夫か。前イベがねやっぱ木村ちゃんいるから重いっていうのがあるんで、大凶他どこにする。うわ、ここだな、ここは凄まじいね。ちゆちゃんも一応あれか、敏捷ポイントは吐き出してくれんのか。基本的にね、ちゆちゃんは回復とか怪我率ダウンとかをメインに吐き出すんで。ちなみにね、せっちゃんはね回復しか吐き出してくんないんで、まあ、そういうキャラをね重ねるとちょっと経験点が伸びなくなっちゃうんで、まあ、そこら辺を気にして、デッキを組んでいく必要がありますね。頼むぞ、おーし、耐え切った今回は。いやー、すげえよ、24248148とか150くらい手に入るからね、これだけで経験点が。
ここかな。精神、ここはなんだ、技術が大量で黒ハートがどうなってんのかだよな。あ、ここだな。でミサちゃんも怪我率ダウンを吐き出すのかな、まあ、だから欲を言えばちゆちゃんの代わりに別の人の方が良かったかもしれないですね。まあ、ただちゆちゃんはね、他の人が勝手に勧誘してきてくれたんで、告白2回目が来たんで告白すると。これで窮地か。しかもかなり掴めるからね。 OKOK、告白イベントでコツをくれるキャラについては特にレアリティとか関係ないからね。これはここかな、ここだな。ハートがちょっと多いか、実は経験点的に見るとそんなかもしれないね。いや、外ここ技術がすっげーあるな。技術敏捷あれか。ちょっと一回ダンダさんにしておこう。また例によってオールいいから揃えていきます。ちなみにね、あの初期はもう経験点がどうなるか分かんないんで、まんべんなくなるやつにしてきました。やっぱそうだな、精神だな、精神が足らん気がするから、回収しよう今回は。まあ、回収しつつ吐き出してくれるのが一番いいんですけど。おにぎりルーレット、これって確か一番上でいぶし銀もらえたよね。シークレットこれでいきましょう。クリームチーズと超まずそう。いぶし銀 OK。 監督評価大丈夫なんだよね確か。そろそろハートがね消える時期なんで、筋力やっぱ足りてないは足りてないからな。ここで回収して吐き出しておきたいね。そうしよう。一番妹だ。本当はね、ちゆちゃんの代わりゆかり様とかでもよかったと思うんだけど、まあまあまあちゆちゃんばっかり攻めてもかわいそうなんで。で3人、ああ来たね、これはやろう。合宿前のエンジェルフラッシュ。筋力が出てない、マジで筋力が出てない。でミサちゃんはね1回デートしておかないといけないんで、まあ、どっかでね体力が減った時にデートしましょう。基本的にねもうずっと練習できるんで、あんまりねそのデートに時間を割けないんですよね。でそれを考えると SR キャラの天空6股っていうのがね向いてないと思うんですよね。結局デートする時間ないんで、どうしよう。ここ精神引っ張んな。ここもまあわりかしあるか。回復しつついきますか。じゃあこれでだいぶでも精神が安定するから、精神が安定するってちょっと表現的にあれだけど、あでも36しかもらえなかったんだ。でっかい精神を吐き出してくれるキャラがいないのか。ここは筋力があるね。あ、骨格精神か。小筆がわりかし吐き出してくれるから。あ、もう金が溜まったか。で、ちなみにね、左のなんかハートポットが溜まるとこの金のやつを吐き出してくれるんですけど、初回は確定で吐き出してくれます。あとはね、低確率で吐き出してくれるんで、まあ、運が良ければ全部で3つかな金徳が手に入れることができます。しぐれちゃんの評価がそもそもあんまりよろしくない。うわここすげーけど、ここで3人吐き出しておくか。
って誰が吐き出したんだっけ、わからんわ忘れた。芸術的流し打ちかってことはあれだね、虹谷の美術イベントで流し打ちのコツを取っておきたいね。でまた回収に走りましょう。ここ監督評価96か、でもちょっと一回上げていくか。監督にハートがいくとかなんか絵的に嫌だな。監督評価26、もう大丈夫でしょう。なんでそんなに監督は評価が上がったんだろう。もうこれはまあそうですねでいいや、大丈夫でしょう。うん別にいいよ128あるからね。敏捷がある。ここは少ないね。ちょっとやっぱ筋力をねもらいたいんだけど、ここでいくか。ひかりちゃん、よしよし。ひかりちゃんもあれか、わりかし平均的に出してくれるか。でここの練習はレギュラーに選ばれるんで、コンピューターに任せちゃおうか。9番ショート、まあ、そりゃそうでしょう能力的にはそんな強くないからね。うわ技術がすげえ余ってる。やっぱりなんか前回とちょっと前回と似たような編成ではあるから、筋力不足精神不足には陥ってる。てか特に筋力不足だね、だいぶ筋力不足に陥ってる。あと上げられるのは守備かな。よしとりあえずここでいこう。まあ、こういう編成だとねどうしてももう金徳とかは取れないのはしょうがないんで、ただその代わりね経験点は叩き出せるから基礎能力はね高くなると思うんですよ。だから本当に始めた人ばっかで、まずそもそもパワチャレのさメンバーをね集めないといけないからね。天空中央があれば結構強いチームを築き上げることができると思います。ゴシップガールは体力回復するよね確か。よしよしよし、ここはハートが多い。3人か。かりんちゃんがまだ全然あれだね。てか告白イベントあんま来てなくね、結構評価みんな乗ってんのにね。ここはちょっとじゃあ1回かりんちゃんをやったとしても臨床とあれか、いやーやっぱりでも筋力なんだよな。筋力は取れるときに取っておこう。マネちゃんがあれか、でっかい精神を吐き出してくれんのか。よしめちゃいけ。ここか3人、これはキバ妹に吐き出してもらおうか。重いものが来た。カリンちゃんの追加、これはおお普通に美味しいのか。で4月なんだかんだで4月筋力は回収しておきたい。スカウトさん評価を上げることができるね。騎馬妹もいるからちょっとここはじゃあ吐き出してもらうか。またそうか、ミサちゃんがやっぱり怪我率が多いね。怪我率が多いっていうか怪我ダウンが多いね。いやでもイベント経験点とパワヒのコツを考えるとねやっぱり魅力的なんだよね。ここは金、あこっちとこっちはどっちがいい。あここでも3人いるか。てか1回もデートしてないね、まだちょっとまずいな。
どっかで一回デートを挟まないと。うん、でも金徳にこだわる必要がなければまあいいんだけど、でも編成的にね金徳が取れないからね、不思議な友情こんなんあるんだ。これはまたあれかね、どっちかが彼女とかで関係あるのかね。結構イベント長いし、長いね、ほんと長いね。お、チャンスメーカーのコツがつかめる。オッケーオッケー。しぐれちゃん意外に低い、3人いるか。かりんちゃんもまだ乗ってないのか。あ、ここ4人いる。やろう、いけ、エンジェルフラッシュ。騎馬妹がいるからもうわけわからん。ダメだ、マジでデートができない。やる気が下がった。虹谷のな美術イベントがちょっと起きてほしいよな。芸術的流し打ちの骸骨が欲しい。流し打ち、おお、やる気がちょっとやばいね。まあそこまで気にすることもないけど、スミカちゃんの告白っていうか、まだ井戸端が来てないね。来るなら早めに来てもらいたいよね。その本は買う必要ないと。よし、そうか、本類生還もくれるのか。ここいっぱいある。ちょ、待って待って待って、もうここか。そうすると、あー、かりんちゃんもでもあれか、筋力を吐き出してくれんのか。逆に精神多くなってきたね。これはまあ普通に出ていくか。いいやつ、もう超関係ねえし、いいやつとか。告白、これ1回目で確実にできるんだっけ、マネちゃん。合格してみよう。もう5月だからね、ちょっと残しておくのは。うわ、ここにいっぱいいる。また少しあれするか。やっぱ技術だな、余るな。パワー全然足りないな。ちょっと置いとくか。ここで回収しよう。ちょっと全部見る。いや、すげえな。かりんちゃんマジで足りてないね。はい、ここでやろう。しぐれちゃんがいるとね、本当に技術はだいぶ稼げるんで、少し意識して筋力を稼いでいかないと技術余りとかになっちゃうね。ここは誰もいない。でっかいあれが浮いてるね。これでいくか。ハートを一つか。待って待って待って、まだまだデートが一回もできてない。最悪、もう来たー、ここで来たかー。誰からリカバリーしていく、まあ、いる人からリカバリーしていけばいいんだけど、ぶっちゃけしぐれちゃんとかってどうだったっけ。いやー、ここ3人か、リカバリーできないな。スミカちゃんがいないっていうのが痛えな。筋力も2つ浮いてるしな。しぐれちゃんちょっとやるか。まあ、ミサちゃん合わせてできれば3人くらいはね、評価マックスに持ってきたいよね。てか PN だとさ、評価マックスでどれくらいくれんだろう。50ポイントくらいくれるかな。
雷先輩、筋力くれた、ありがたい。もうカリンちゃんは諦めるほかないな。ミサちゃんはな、デートでリカバリーできるからな。ただ3人いるのか。カリンちゃんどうすっかな。ここちょっとハートが少ないんだよね。そこにしよう。ちょっと目先の目先の経験点、目がくらむ。結局デートができないまま6月になってしまった。そしてラブパワーが発動してしまった。ってことは練習しろってことだよな。練習しろと言っている、言ってはいるけど、言ってはいるけど、なんかこう微妙なか、あ、ここの敏捷がすげえんだ。そうだね、6月の4週からもう立て続けにデートするか。もうここまで来ちゃったからね。今浮いてるハートはなるべく回収していこう。キバ妹とかは関係ない。しぐれちゃんが評価戻せそうか。3人。かりんちゃんはもう無理だからな。ちょっとしぐれちゃんの評価を優先させましょう。ここはそうするとミサちゃんとしぐれちゃんとあと1人だな。木村ちゃんとかが評価戻せそうかな。これ1回来ればもうリカバリー OK だからね。6月の3週、一応ラスト練習と考えると、どうする。無理してっていうところもあるからな。かりんちゃん一応やってみようか。もしかしたら3に評価が乗って告白だけしてきてくれるかもしれないひどいよね、なんか言ってることが。告白だけしてきてくれるとかさ。一応ちょっともうここからデートに入りましょう。やっぱパワー C にはしときたいな。パワーは C だな、こいつはもう無理だ。他のものを上げていこう。肩も必要だしな、守備力も必要だしね。投球も必要と。肩 B にするか。守備も A にするでしょ。呼吸も上げておきますかと。でお出かけで、今のとこ彼女は4人か。もう1人くらいちょっと彼女になってもらいたいけど、まあ、かりんちゃんがね評価足りてないからね。レア、だから PR か、 PR とか持ってるともうちょっと楽にはなりそうだね。ミサちゃんでいきましょう。まあこれは本当にカラデートないっていうのが安心できる。まあ金徳失敗する可能性あるけど。であと7月中にあれだね、全員の評価が上がるやつ、あれ怒ってくれるとめちゃくちゃいいんだけどね。あと虹谷の流し打ちイベント3番ショート、でパワーヒッターはそうか、取れるときに取っちゃった方がいいのか。今はでも足りないよね、73は足りないはず。だからまあサクスペではねまだいないんですけど、キバ妹のユニフォームバージョン、あれね成功するとパワーヒッター3でくれるんで、それがあるとまた全然違うかもしれないですね。ただユニフォームのねキバ妹は情熱エールなんで、金徳がちょっと内野を作るときじゃないと使えないっていう欠点はありますね。まあ、ただこの能力であれば試合では活躍できるんで全然。おおフェア、
お、取ったか、ショート走ってきた。ちょ、待って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 失投されてもさ困るんですよ。さすがだね、走ってくるねホームラン2本打てなかったんだけど。37か。もうあとはひたすらデート。ミサちゃん、まあ、だからねデートで経験点くれるキャラはここでね稼げるんで、うん、70くらいくれるからね。まあプラゴをねお借りしてるんで経験点自体も高くなってるんですけど、ここで一応評価見れんじゃん。みんな星4か。だからあれだよな、評価上がるイベントが起きてくれれば全員評価乗るかもしんないね。あと誰、カリンちゃんの他に彼女になってないのって。マネちゃん彼女にしたでしょ。え、あと誰だ忘れ去られてる人。まあいいや。パワーヒッターはじゃあ取っておきましょう。だからハートポットから金徳がね2つ出てくれるとまたワンランク高い選手が作れるんですけど。おっとでスクリューか。まあ、そればっかりはね、まあ、エンジェルフラッシュが何回起きるのかっていうのと運が絡んでくるんで。今回何回起きたっけエンジェルフラッシュ。2回3回。これは行くか行かないか。ちょっとまずいぞこれ。4点差。ここはちょっとホームランを打っとかないと。低めカーバー外れてボール。まずいね。カウントは2ボールノーストライク。よし、でもう1回9回に回ってこい。点を取られないのか。よしよしよし、これで打たなきゃ。なんか一の世界を。しかも打ちました。痛烈。よーし、危ねマジ危ない。いやー怖かった。で、お出かけデートとミッサちゃん。で甲子園で3回練習できるんで、まあ、評価を上げていきましょう。まあ、彼女キャラ優先ですね。もう一人彼女にしたかったね。あ、木村ちゃんか。やっぱ木村ちゃんのイベントが重いんだな。オッケー、一応耐えた。まあ、骸骨がないからね、両方とも。ちょっと直撮りしないといけないんで。まあでも、金徳はね、貴重なんで。取れるものは取っておきましょう。よし、登り竜。まあ少しか。では取れるやつ、芸術的な足打ち。残り竜取れるか。本塁生還安いね。残り竜取ろう。おー、一気に敏将じゃなくて何だっけ、筋力と精神足りないものが減ってった。あとはエピローグ経験点でどこまで伸びるかっていうのもあるからね。まあ、とりあえず重い金徳は2つとももう取ったんで、あとはちょいちょいと調整ができるから。重いものをね残すとね、うわこれもう取らざるを得ないっていう感じになるから。できれば、うわっ点を取ってくれた、ありがとう。走るね。やべえ、アウトかよ。しかも投げた
ちょっと待って、これ取りました。これで2アウト。やっぱり若干パワー低いか。さあ追加点のチャンスを迎えました。今日はセカンドゴロとここから上り竜の力を見せる。第2球投げた、高めギリギリ。いや今のはちょっと無理だな。5球は3球目投げた。わ、しまったシュートで入ってくるかと思ったらスプリットか。よし、1本もう1回回ってくる。もう1回、もう1回天空で、ここで周囲のままだ。今日はツーランホームランを打って、うわストレートかいな。第2球これは入ってくる。うん、無理だよ。でも投球はこれから3球目。外角高め、際どい。虹谷とか足 S なんだ。カウントワンボール。きた、いった。虹谷って足速いんだ全然知らなかった。さて、評価評価、しぐれちゃん、マネちゃん、キムちゃん、どれがいいの。まあ、木村ちゃんほっとくとして、どっちどっちもうこれだけだと分かんないかな。筋力欲しいからしぐれちゃんにしよう。もう甲子園来るとね、追加イベントが起きないからね。てかこの体力量だとさ、次練習厳しくないか。ミートとかもう上げられないか。見た目的にパワー B に持ってきたいね。でもそうするとちょっと他の経験点とのバランスが悪そうだからな。さあ先制のチャンスを迎えました。投げました。打ちました。これはいい当たり。入れます。C だとちょっとだけ厳しいかな。今回は今日2打点を挙げています。第2球投げました。もうカウントか2ボール。第3球を投げました。打った。これはいい当たりだ。うん、割とギリギリだよね。持っていくまでが。リードで迎える5回です。ただ今日3打点を挙げています。上り球があるからな。第2球投げました。打ちました。今のボール球だったね。ヒットになったからいいけど。天空、この回はクリーンアップからの攻撃。笠原君に変わって打球反応もある。危ない球。第2球投げた。いかないかな。ちょっと、もうちょっとパワーが必要だったね。まあ、ただここは満点なんで。いいでしょう。で最後のこれでどうだ。精神とかに人がいてくれればいいんだけど、 20% スミカちゃん、スミカちゃんの27を通すか。やるか無理、まあしょうがないよね。どうだろうな、評価点。あれ2人はマックスで期待できるんだっけ。なんかもう分かんねえや。数値的なものが書いてないからね。どうしよっか。とりあえず取れるコツを潰していこう。不思議、うわ精神が足りん。興奮姿勢感は取ったのか。窮地。臨床が今回あり余ってんね。ちょっと上げるか。総力を A にして。またそうするとあれ打球伸びありがたいな。精神が足りない。技術余りになると打球伸びに走るからね。やっぱりね、その経験点のバランスなんだよね、エンジェルの。天空追う展開で迎える1回です。投げた。行くか。どうだ。 OK。 同点で迎える3回です。第9、これはでもボールだね。ファーストランナーをチラッと見て、ストレートはもう矢部君警戒されてんね。矢部マジ走ってくかね。第3球を投げた。アウトコース。おお、際どいとこ投げた。打ちました。いい当たり。ヒットになります。まあいいか。ツーベース。とりあえずツーベース。天空追加点のチャンスです。第9、内角低めボール。第2球投げた。
カットボール。カウントは2ボールノーストライク。西谷足の速い西谷がちょっとだけ振り遅れた、ほんのコンマ1秒だと思うんだよね。今この回はクリーンアップからの攻撃になります。ナックルはさすがに第2球投げました。ドンピシャで来ない限りは振れないよね。投げました。ドンピシャで来ればナックルめっちゃ飛ぶからね、ホームランになるんだけど。よし OK、 勝った。もう稼げるところで点は稼いとかないとね、最後の20ポイント20ポイント20ポイントも重要だからな。でここはどうなの ?2 位か。そういやさ、最後の最後までレンちゃんのレベル上げなかったね。スミカちゃんどんくらいくれる？13か、少な。マネちゃん。やっぱり PN だとあれだね、評価が厳しいね。まあ27か、これはまあまあまあ PN にしては悪くない。しぐれちゃんは27欲しいね。じゃあ27くれ。よし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 。あとはまあミサちゃんはねめっちゃくれるからね。やっぱりね、もう糸型が起きるか起きないかっていうのもめちゃくちゃ重要だね、天空中央の場合は。まあ6またするときは糸端が起きなければ最後のイベント経験点がかなり高くもらえると思うんで、あとはこれでどこまで伸ばせるか。経験点的にはどこまでいったんだろう。7400だね。いやでも PN だけでさ7000超えるとかって、いやすごいよ、やっぱりすごいよ。もうほんとおすすめ。もう最近ね、このちょっと言い方悪いけどしょぼいデッキでどこまで経験点出せるのかっていうのね、結構ハマってますね。パワーちょっと B に持ってこう。でそうすると技術敏捷をちょっと取っておきたいんだよね。取っておきたいっていうか使っておきたいんだよね。それを考えると、まあ、まずせっかくだから帳尻合わせはもらっておく。で総力そうか A あるのかってことは盗塁だな、これにつぎ込もう。でそこから打球伸びを使って技術ポイントを使う。いや待って待って待って、守備職人だなこいつ。あれなんでショートなんで、ショートなんで守備職人はあった方がいいよね。よしこれでわりかし平均的になってきたかな。あとはじゃあどうしようか、肩上げとく、基礎能力に振っておきましょう。敏捷はもう A にはできないから、あとこううまく使っていくとすればラッキーボーイ、何がいいかな。なるべくこう試合で使えるものにしたいんだよね。内野安打、内野安打にしよう。走塁1取っちゃうか。で、チャンスにして、あとこの余ってるもので何かいいのが取れれば。ショートとさセカンドにさ高速チャージっているの？それがよくわかんないんだよな。なんだかんだで若干筋力が余ってしまったけれども、まあこれでいいでしょう。うん、いいね。PN、自前 PN だけでも、ここまで伸びるんで。っていうかね、もう6またするときは PN とかね、R とか、PR とかあって、そこまで大きく変わらないんですよね。結局、どんだけエンジェルフラッシュを
発動させてどれだけ回収できるかによってくるんで、そうだね、まあ PN じゃなくて、PR とかだと初期評価が高いからエピローグ経験点でもう少し伸びる可能性があるというところか、っていう感じですね。あと経験点はやっぱりこうまんべんなく取れるようにした方がいいですね。今回はやっぱり、筋力と精神でだいぶ苦戦したので、もう少しねバランスのいい組め方がすればもうちょっとだけ強い選手が作れると思いますので、まあただね PN だけでもここまでいい選手ができるので、本当にね始めたばっかりの初心者で全然キャラ持ってないという人に関しては6また本当におすすめするんで、とりあえず6人もう PN とかでもいいんで、とりあえず6人彼女を揃えてくださいというところですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。あ、ちなみにね、俺あの天空で SR 揃えて強い選手作れる自信がないんで、まあ、それに関してはね、まあ、ちょっとアドバイスとかいただければと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。